はい、オルガンライフです。皆さん体調管理どのようにしてますか？まあ食事とか運動とか、まあ、それ以外にいいものマッサージってあるんですよね。ただマッサージそういう場所に行かないといけない、人にやってもらわないといけない、まあ結構手間なんですよ。自分でマッサージできたら、まあマッサージチェアとかありますけど、まあちょっとあれはでかい、あとは高い。まあ個人的なことですけど、私最近マッサージチェア処分しましたね。使おうと思ったら動かないんですよね。それもう部品がないみたいな、何年前に買ったんだみたいな、そんな感じ。買った時は結構いいもんだと思ったんだけど、10年で考えないといけない。まあマッサージチェアいいものだと何十万でするじゃないですか。それを10で割るとまあ何万ですよ。1年何万、その価値があるか。確かに冷静に1ヶ月にいくら、そう考えれば10年持てばまあ割に合うかなって。まあそんなことよりマッサージ意外に気持ちいい。あと眠たい時にマッサージすると眠気が飛びますね。ということで今回エナーグから提供を受けたこちら、お、なんか袋に入ってますね。おう。うん。普通にマッサージ機って売ってました。体調管理に大変人気ってね。まあ、使い方はここにボタンがあるから、これを押す。ブーブー言うんですよね。あと肩に当ててください。結構気持ちいいですよ。まあ、こう突き当てると強く振動が来る。あとは広いところに当てたければこんな感じ、ここを当ててください。まあこれどう考えても、うん、あの業界のものですよね。アマゾンだと年齢認証がいる、あの分類に置くものですけど、物は言いようですよね。売る側、せっかく作ったんだから、いろいろなところに売りたいですよね。本当にあの18金の分野だと、買ってくれる人が少ない。でも普通なハンドマッサージ機として売れば、まあ、普通に売れるわけじゃないですか。しかも使ってもらえる率は高いですよ。せっかく物作ったのに、この一部のアプリケーションだけでしか使ってくれない。うん。アプリケーション限定するって非常にいいことですけど、まあそれによってチャンネルを狭める。あ、そら、別の話でタオルというか水を吸うタオル。セーム川だ、セーム川。あれ全く同じものが、水泳用品の会社のスピードのマークがついて売られてる。あとはカー用品店で、このソフト99とかってロゴがついてる。ほぼ同じものなんですよね。それだと実際ソフト99の方が安い。マーケットが広いからですよ。ソフト99の方が1000円しないかな。スピードの方は水泳用品として結構高い値段がついてる。で、まあ入れ物もスピードってかっこいいロゴはついてますからね。まあただ、そこソフト99使えちゃうんですよね。まあ逆にスピードのタオルを洗車に使える。まあちょっとそっちは値段的にっていうところで嫌ですけど。それなんですよね。アプリケーションを限定することによって買ってくれる人は食いつく。ただ狭めるってや狭めるんですよね。なんかこのマッサージ機、一般用のマッサージ機としてこう販売すればより買ってくれる。実際気持ちいいしね。賢いわってこれ。これをマッサージ機として使おう。結構きますよ。うん。あと振動パターンとかあるね。
まあ、プロラムはあっち向けですね。正直モード切り替えせずに連続で使ってください。これが一番いいですね。結構気持ちいいです。あ、これ充電 USB ですので、まあ、繰り返し使いますね。電池を入れたりとか、あ、電池なくなっちゃった、みたいな、そういうことないです。まあ、ただ、もう技術的には、18金のあっちと同じ形。だから、持ってると、まあ、疑われますね。まあ、幸い、防水。だからお風呂の中でも使いますね。まあ、実際マッサージ機として Amazon に売ってる。普通に売ってる。普段のマッサージ用としてぜひ使ってみてください。ということで、バイバイ。なんかマイクみたいですね、これ。マイクっぽいですね。